で、今回はみっちゃんとさくさんのカバンの中身を抜き打ちチェックしたいと思います。これまでもね、うん、数々のメンバーのカバンの中身を抜き打ちチェックしてきましたが、はい、どうですか？みんな、思ったより結構綺麗にしてる。動揺してます。動揺してます、みっちゃん。ドキドキします。似てる感じするよ。うん、でも、奥さんでよかった。ゾーラコンビ。待ってる間、テンション下がってます。みんなが、あ、綺麗やな。どうしよう。じゃあ、すいません。サクさんも大きいもんな。大きい。はい。私は黒いリュックです。でですね、まず最初に、ここにこういうのをつけてて、これは、なんかマルチケースみたいな、なんかすぐに取り出しやすいやつに、ここに目薬を。前眼科に行った時に私コンタクトするんですけど、目乾燥すると良くないですよって言われて、取り出しやすい、すぐに乾いたって思った時にすぐにできるようにここに入れようと思っております。で、前のポケットからいきます。はい、ポケット多いね。そう、これは前美容室にこの間、もうマジでこの間行ったんですよ。昨日かな。シャンプーとかくれるじゃないですか、試供品が。試供品と、これがお財布です。折りたたみを使ってます、私は。で、リップ入れてて、あとなんかレシートですね。杉薬局の私も、私もね、リマと一緒なんですよ。こうもらって一緒にポイって。私は財布の中には入れたくない。わかる、一緒に入れたくない。そう、でも捨てる場所もない。だから私は財布と一緒にとりあえず入れるって。もうここからガサツだ。はい、ですね。で、これ次2個目、2層目の。結構、そのまま何でも言ってしまうんですけど、充電器。そう、充電器。の線です、充電の線。で、これはサクサクバンダの。お菓子。でも、そう、まだ食べようかなと思って言ってて、喉スプレーです。と、エコバッグ。発見した。これお母さんにもらいました。もらったエコバッグと、これペンですね。このマッキーは撮影会とかでチェキのにサインとかするときにすぐ取り出せるように、ポーチとかじゃなく直に入れてるのと、フリクションのボールペン、これめっちゃよく使うので入れてます。と、名刺入れ。あ、これはエアポッズです。ケルドルさんのケースに入れてます。で、前のポケットは以上ですね。で、一番大きいところはまずこのパソコンが入ってて、パソコンを入れてます。大体いつも持ってます。そう、なんかいつ何時必要かわからないので入れてて、もうそれが大半を占めてるんですけど、これはウェットティッシュ。あとはもう本当に少なくて、スケジュール帳。で、私も100均のやつです。で、あとはそのノート系ですね。このクリアファイルと下敷き。あ、シール。で、シールいっぱい貼ってます。終わりですかね。以上です。すごい。大きいより少なかったもん。パソコンだよね。そう。もうパソコンです。次は私ですね。はい。私の顔はこちらです。似てる、似てる。ちっちゃい。さくらののちっちゃい番号。そうそうそう、いつも迷うねんな。そうそう、どっちやっけ、どっちやっけ。で、ここにはね、好きなクッキーモンスターのキーホルダーをつけています。マイポケットから見ていきます。はい。ドキドキ。いや、そんなに多分大丈夫やと思うんだけど、まずティッシュ大事なんですよ。で、これはお鼻の薬です。で、マスク。で、コンタクトケースです。と、これはスリック暮らしのエコバッグです。さやぴからもらったハンドクリーム。マイポケットは以上ですね。はい。水筒。双子はやっぱ水筒派なんですね。水筒派。そう。で、レシート。本を買ったレシート。で、その買った本がこちらです。ちなみにこの前買った「そしてバトンは渡された」っていう本を本読むんや。そう、サクさんがおすすめしてくれてから本を読んで、そっから1週間に1回の本を買ってるの。へえ。
いいことよ。2冊目です、うん、だから最近買ったの1週間に1回なそれ今2週目びっくりした、もうそれで4週ぐらいいってるかと思ったよまだ2週目です、はい、2週目なんですけど、ね、で、これがペイケースです、うん、はい、すごい枝豆のこれ問題枝豆なのか唐辛子唐辛子なのかっていうねそう、でもまあ枝豆として売り出されてそう、ペイケースです。あとはこれがあの歌詞とかを書いてるノートですね、うんうん、あれ今のところいい感じじゃない、綺麗、うん、なんか色も統一感がノートがいいです、青と緑が多い、うん、で、これはのリップとか、うん、そういうのが入ってるポーチ年季を感じるすごく感じます普段中学生から使ってる、すごいなお気に入りで、うん、でこれはあのお財布です、うん、これも年季を感じるそうだっけ、前も行ったの3人でお揃いを買ったよ、ね、そう、でもあれ違うかったよね、もう2人は卒業されたって、うん、でまた出したまだ使ってる、それぐらい気に入ってる、そうそう気に入ってます、ね、かわいい、さあ、やつはそれだけ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 カレンスケジュール帳ね、スケジュール帳です、これは、はい、去年ね、去年買ったスケジュール帳ですいやいやいや、それなにそれなに、なんかいただいたお菓子、うん、のなんかでもまだ残ってるもん、そうだよ、まだ残っているものたち、あ、なるほど残っているものたちと食べ終わった袋と、あとこれはあの、のど飴です、うんうん、全部ボコボコやん何したのだんだんあらが見えてきてしまうやばいね、全長やったのに奥そこには全長ですからね、こういうのなんかすごいの見えた、なんでそんなえ、なんでしかも直でこれしかも一番大きいとこになんかリオナがもらったよって言ってくれたんですよ、チャッパチャッパス、うん、でいつか食べるかなと思ってずっと入ってます、いつかだ、いつか年明け前、まあ、でもあ年明け前、うんうん、ぐらいですね、あとはなんかあのわかるよ、でもわかるいろんなところでもらったおしぼりです、うんうん、いつか使うんじゃないか、わ、うん、かる、捨てられへんな、そうでももうこれは乾いてないそう、大体乾いてんのよ、うん、で、あとは、うん、あうん、さっきののど飴、中入ってる、中入ってます、うんうん、そうで、ブツが閉まってくるありがとう、これはあの鏡です、うんはい、かわいい、まるこちゃん、まるこちゃんの鏡で、あとは、あおしぼりいろんなとこにあおしぼり、すごい絶対こんなの使ってあげよう出られへんねんよな、出られへんねん、以上です、おすごい、だからおしぼりしか思い出せ最後の追い込みがすごい良かったね、はい、なんか心なんか違う人かなこっちいい感じ、うん、あ、よかったです、こんな感じでした、でも本読んでたのかとか知らんかった、なんかちょっとさ、いいな、かっこよくない、そのさ、うん、カバン紹介で本が出てくるし、うん、今日持ってきたってよかったな桜もなんか良かったな、あれでもやってきよかったちょっと何の後悔してるはい、ということで今回はみっちゃんとさくさんのカバンの中身を抜き打ちチェックしました、はい、いやそ、面白かったね、はい、まあね、またいつか抜き打ちチェックがね、あるかもしれないので、はい、まあ皆さんね、はい、こう綺麗にしてもろて、はい、お次の時は本出しますじゃあ次、パソコン出す、あとパソコン出す、マジかはい、ということで次の動画もお楽しみに、はい、評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャン、テレビチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします、バイバーイ。少年ジャンプっていう雑誌あるじゃないですか、あれのロゴを横にすると少女漫画の顔になるらしいよ、ということでくるみチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします、バイバーイ。